さあ 次はこのパネルを今日用意しまして、これが配偶者暴力被害者等セーフティーネット強化支援交付金の申請書なんですね。令和5年度、今年度使われた申請書です。で、まあ、見ても分かるようにこの四角でくくってあるところは全部不開示です。で、私がこれ開示請求を実際に行って出てきたものですから、別にネットで出回ってるものを拾ってきたんじゃなくて、実際に私が開示請求を局にお願いをして出してもらったら、こんなに不開示がいっぱいありますよということです。一体何が何だか分からない申請書になっています。で、これ令和5年度で今年度のものなんですが、実は昨年度の同様の事業についてはもうちょっと開示されている部分があったのに、今年度になったらこんな不開示だらけになってしまいました。なぜ今年度になったらこんなに不開示が増えたのか、まずその理由を教えてください。情報公開請求の個別の事案につきましては詳細のお答えを差し控えさせていただきますが、基本的な考え方として本交付金の交付要項の改正により、交付対象団体が配偶者暴力被害者支援団体のみとなったことに伴いまして、情報開示から配偶者暴力被害者等の居場所や、シェルターの所在地等が特定されるリスクが高まっているものと考えてございます。また、本年5月に配偶者暴力被害防止法の改正が行われまして、被害者への接近禁止命令の厳格化や厳罰化など配偶者暴力被害者の保護強化が図られております。そのような状況を踏まえまして、配偶者暴力被害者等の安全確保を最優先に、公とされていないシェルターの存在やその所在地等の特定につながりうる情報は不開示と判断してございます。今部長から答弁ありましたように、この事業は配偶者暴力被害者を助ける目的で行われているわけですから、 DV から逃げている被害者の居場所が特定されないようにすべきだという考えは誰も異論を挟むところはないと思うんですね。で、その安全確保をするんだ、だから必要な情報、安全確保に脅かすような情報は不開示にしなきゃいけないという、趣旨の答弁だったと思いますけれども、とは言ってもこれ交付申請団体やあるいは所在地が不開示なのは分かりますよ。今部長がおっしゃったように、それは団体、こういうところの団体に逃げてる人がいるかもしれないというのは誰が見ても分かりますけれども、これ例えばですね、この右上の申請の日付までですよ、申請の日付まで不開示にするっていうこの理由はどういうところにあるんですか。配偶者暴力被害者等の安全確保を最優先に、公にされていないシェルターの存在やその所在地等の特定につながりうる情報は不開示と判断してございます。で、日付につきまして、記載内容を個別に判断いたしました結果、交付対象団体名やシェルターの存在、所在地等を推測しうるものであったため不開示と判断したものでございます。今繰り返しもお話しされましたけど、配偶者暴力被害者等の被害者等の安全確保を最優先に不開示っていうのは分かるんですけど、今の話だと日付を隠したのは日付が出てるとシェルターの所在地が分かるから不開示にしたってことなんですね。じゃあこれ今日付で今そういう話ですけど、これ交付金の申請書ですから事業の話を今ボラレしてるわけですけど、交付金額も不開示なんですよ。あと概算払いをするかどうか、生産払いか概算払いかで概算払いをするかどうかとか、保護を行う場所があるかどうか、そういったところまで不開示になってるって、これどういうことなんですか。日付からシェルターが分かっちゃうとか、今言ったように交付の金額さえも出てないというのは理解できないんですけど、これはどういう不開示の理由は。配偶者暴力被害者等の安全確保を最優先に公にされていないシェルターの存在やその所在地等の特定につながりうる情報は不開示と判断してございます。交付申請額や
配偶者暴力被害者等に対する保護を行う場、部屋の有無、概算払いの希望の有無につきまして、記載内容を個別に判断いたしました結果、交付対象団体名やシェルターの存在、所在地等を推測しうるものであったため、不開示と判断したものでございます。これ日付もそうですし、金額が出てると、保護する場所、シェルターの場所が特定されてしまうというのは、多分聞いている皆さん、誰もが全く理解できないと思うんですね。で、私はこれ、今回、事前にこの文教委員会において、資料要求をさせていただきました。で、それは令和4年度までは結局、ある程度出てた、令和4年度では開示されたものも、令和5年度、今年度になったら不開示になっている。じゃあ、この情報開示の取り扱いについて、一体局でどんな議論をしたのか、つまり、この不開示の変更になる、さらにこう日付まで隠しちゃうということを、いつどこで誰が決めたのかということを、まあ、議論の経過として資料要求したんですが、この18ページの出していただいた資料を見てもですね、全くもってその議論の形跡みたいなのはないわけですよね。法律のあり方とか、あるいは令和4年度はパイロット事業だったけど、令和5年度は本格実施になった。で、これ皆さん方本当に不開示を決める、不開示のあり方を決める検討会だとか協議とかを局内で全くしないんですか。しないで自然に令和4年度から令和5年度でパイロット事業から本格実施になったらこんな不開示が増えるって、そういう仕事を皆さんしてるんですか。誰が議論してないんですか、こういうことは。まあ、所管部署といたしまして、先ほど申し上げました、交付要項の改正によって、交付対象団体がこれまで、幅広だったものが、配偶者暴力被害者支援団体のみになったこと、また、今年、本年5月に配偶者暴力被害者、被害防止法の改正が行われて、被害者への接近禁止命令の厳格化や厳罰化等が行われたことなどを踏まえまして、所管としてですね、条例にのっとって、こうした議論の上、こうした判断に至ったわけでございます。私は今、この事業がどういうふうに行われているのか、そして交付金ですから、東京都から、まあ、少なくとも出金した交付金が、どういうふうに扱われているのかというのを、まあ、こう事業チェックする場面ですよね、今、われわれは。で、例えばこれ、議会の場でですね、今、僕らがこう議論しようとしても、不開示のままであるということ、そして不開示の理由が今聞いたように、よくわからないままずっと不開示でいったら、これ、われわれはこれ、一体どうやってチェックをするのか、予算を決めるときには、議会で議論をして、まあ、個別の議案は各所管に分かれてたりとかしますけれども、全体のパッケージ含めて予算の審議してるわけですよ。で、その議会で予算の審議が通ってできたものが、一体どのように事業チェックされてるかということを今、確認しようと思っても、これ以上出せなかったら、もう何が起きてるか全く分かんないわけです。金額もいくら出てるかも分かんない。別に私はシェルターの位置を教えろとは、一言も言ってないんですよ。どういうふうにお金が使われてるのかってことを確認しようとしてる。で、このまま行ったらですね、決算特別委員会が来年度あるじゃないかと言っても、同じ状況のままだったら、これ真っ白な状態で、事業のチェックができない。一体何のために僕らは今、この都議会議員としてこの議場に立ってるのかも意味がわからないんです。これ、じゃあこの事業が正しく行われてるかとか、どういうふうに公金が使われているかっていうのは、この透明性とか公正さっていうのはどこで担保されるんですか。各交付団体から活動内容の詳細や事業効果、今後の課題等の実績を報告させ、支出の裏付けとなる領収書など支払い実績について確認するとともに、必要に応じてヒアリングや現地確認を行うなど適切に対応してございます。なお、情報公開請求に対しましては、配偶者暴力被害者等の安全確保を最優先に公にされていないシェルターの存在やその所在地等の特定につながりうる情報は不開示と判断してございます。つまりですよ、今これ議会でこうやって審議してるけど、今の部長の答弁というのは部長以下都の職員を信じてくださいと、我々ちゃんとやってるっていう、このことが事業の公正さを担保するってことになるんですか。
これ本気でそう思ってるのか、我々が予算の審議をしてそれが事業執行されてこういう場においてですね、中身が全くわからない、でも部長に聞いたら我々信じてくれって、このままで私はいいと思わないんですね。で、要はこの状態が議会でこういう場で出されて、いろんなシェルターの特定の位置につながることになったら大事になると、それは大事だと思いますよ。そしたら委員長、このね、委員会をこういうものを調べるときは非公開にして、それぞれの委員がですよ、ここで得た情報は外に出さないとか約束をさせてですね、そういう特別な立場で委員会開くってことも考えるべきだと思うんですよ。行政が保有する情報というのは原則公開ですよ。でも今まで見てきたように、まあ皆さんが納得されたかどうかわからないけれども、局は局としてこういう理由で不開示にしてますが、果たしてこの下にどんな数字があって、どういうことが行われているのかというのを、今、所管の委員会としてですね、私はチェックすべきだと思いますよ。他の委員会でかつてそういうふうに資料を外に公開しないということでですね、それぞれの委員が見て、チェックをして審議をしたこともあります。過日の各会計決算特別委員会の全局質疑では、我が党の松田都議がですね、指摘しましたけど、都民ファーストの会の皆さんは、乗り弁やめますという公約は一定の成果を達成したと、まあ、されて、まあ、公約から外れたということですけれども、改めてこの状況が、情報公開がなされていると思いませんから、委員長の下でですね、今言ったような、これも特殊な事案なんですよ。局側が、理事者が特殊な理由で特殊な不開示やってるんだから、我々委員会としてもですね、特殊な対応していただくように委員長に求めます。よろしくお願いします。